え、始まった、あ、びっくりした、もう始まってる、びっくりした、斬新すぎる。では参りましょう、せーの、たまゆラジオ卒業写真。なんか飛んでったぞ。皆さんこんにちは、ソートリフ役の竹田彩乃です。花輪香織役のあすみかなです。岡崎のりえ役の井口ゆかです。絶好調です。聞き取れたね。聞き取れましたね。すごい口笛挨拶するの久しぶりですね。あ、ね、そうかも、うん、そしてずっと口笛のままだ、ね、本当だ。あれ今日はこれは何だと思う。何ですか、何何言ってるんですか。私には分かんなかったです。みんな分かってるでしょ。ええ、お前分かってないだろ。でも絶対分かって、あえて口にはしないの。キムさんの口笛は心に届く。ずるいずるいぞ。あ、法華経だった今。あ、うごいそかった。はい、初夏です。そんなこんなでスタートしましたけれども、はい、たまゆラジオは2010年7月にスタートしたアニメたまゆらについて、私たちキャスト、時にスタッフさんがおしゃべりしてきたラジオ番組です。そして今回なんと完結最終回でございます。来ちゃった、ね、本当にこの時が来ちゃった。だって私たち卒業したもの。そうなんだよね。卒業しちゃったか、ね、あれギブさんやっぱり口笛。おけきょ、うなずかないで。おけきょうなずかないで。私が分かるとおけきょだけなの。この4人で揃うのすごい久しぶりじゃない。ラジオで揃うの。そっか、そう、そうか、卒業イベントとか、うん、まあそのイベントでは集まっていたけれど、え、ラジオでなんて。待って、4人は初回以来、卒業写真のラジオの初回か。ああ、そっか、去年の新旧イベントが4人でのラジオだった。懐かしい、楽屋で撮ったやつだ、うん、あ、終わってから、はいはいはい、うん、いろんな方にこう、うん、え、え、ポケキョ、え、水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 、酒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 をもうジェスチャーゲーム。わかんない、わかんない。酒を飲みながら、あ、飲みながら喋った、あった気がする。打ち上げして、打ち上げで、うんうん、もう堀川さんのお好み焼きも食べながら、ビールで乾杯みたいなこととかしながら、打ち上げ中にだ。そう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 、打ち上げ中に顔芸。それ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 って言ってる時の気分。すごい、喋ってないのに伝わるし、存在感すごい、ね、これだってもしかしたらいない可能性ありますからね。私たちが確かに、ただの口笛の得意な人がもしかして、ね、あの他の先生がここにいる可能性も。懐かしい、懐かしい。そうだ、師匠、師匠がね教えてもらったの、うんうん、教えてもらったの。え、頭をなぞった、頭をハゲ、え、なんで戸惑いながらも。そうって言われた。え、でもギブさんはそうは言ってなかったから。だって、そうそうって言ったの。いやいや、モコちゃんだよ、モコちゃん発だよ。違う、その顔ずるいです。何その顔。あ、今日写真撮りたいのにカメラなかった。カメラ向こうだ、スタジオだ。あ、いや、撮りたい。え、っていうかもう最終回なんですよ。最終回なんですよ、本当に。嫌だよ、嫌だ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 。ねえ。嫌だ、嫌だ。でもイベントも終わっちゃうし。今来たばっかり。終わるな、終わるな。イベントか。もう2時間経ってますよ。うぃまあ、今日はね、ほら、後日談的な、エピローグ的な話をですよ、していく回なんでごわす。最終回にして新キャラ、台本にはないキャラクターが生まれる。なんでどうなってきた。どうすなんで壊すか。ちょっとたくましくなったね。たくましくなる方法。うん、そうやね、横っちに、横に、うん、いいぞ、いいぞ、いいぞ。どこ目線なの。担当たる。6年経ってますからね。そうだね、いろんな方向に成長したのかもしれません。
返っていこう。そう、振り返っていきたいと思うんですよ。え、これ聞いてくださる方も、うん、気になってることとか、うん、知りたいこととかいっぱいあると思うので、うん、なんか卒業イベントの話だったりとか、うんうん、ライブビューイング直前に乱入した時の話だったりとか、サプライズでね、はい、そっかね、こうイベントの後打ち上げとかもしたし、うん、あと私これすごい気になってるんですけど、はい、空港で消えた真島さんはその後どうなったのかって書いてあるんですけど、うん、これ私も知らない情報です。これ何があったんですかね。ホラーかな。かな。それで片付けたら真島さんもいないことになっちゃいますけど。え、なうだ。今のわかった。すごい。ジェスチャーのみですけど、うん、嬉しい。わかるとすごい嬉しい。待って待って、なくなったことにしないでください。真島さんいますいます。え、これもあと、じゃあこの後話すんでしょうか。わかりました、うん、じゃあこの後ゆっくりお話ししていきたいと、うん、そう思います。あの今日私結構喋ってるんですけど、うん、あのあれなんですよ、ギブさんがね、うん、全てやり遂げて抜け殻になっちゃったらしいので、うん、そう、今ここにいるギブさんは絶好調だわ。器らしいんですけど、いや結構結構絶好調ですよね。これ器だからもう腹立つ顔。頑張っていきたいんですが、あのここでですね、前回のパーソナリティの茅野愛ちゃんからの伝言がございますので、うん、ちょっと聞いてみようかしらと思います。どうしましょうね。まずは私やっぱ卒業式ってことなので、ちょっと気は早い気がしますけど、同窓会がやりたいんです。なのでぜひ皆さんのスケジュールを、まあ、事務所に確認してしっかりしてるよっていうところで、みんなで集まれそうなところがあったらぜひ同窓会をしましょう。なんかすごい、いろんなメンバー呼んで、ぜひみんなで同窓会ができたらいいなと思っているので、ちょっとドキドキしちゃった。スケジュールがあったらぜひ教えてください。あと、あやちにね、ここでプレゼントをしたいと思います。プレゼント、え、私から3分間あやちにあげます。なのでかな、思いの丈をお前どんなことでも大丈夫なのでやろう。ぜひ3分間、素敵な3分間にしてください。え、3分間待って、ブースターさんどういうことですか。え、なんか、ま、なんか回ってるストップウォッチが。お前の3分の時をやろう。誰ですか。ギブさんも誰。3分間くれてる。お前の時。え、何この2人は。もう始まっちゃって始まっちゃって。え、何何してるんですか。結局何してんのか分かんなかった。素敵な3分にしてくださいって。素敵な3分に言ってた、かよの。え、私3分間くれるんですか。一人喋り。え、何、どうしたらいいか分かんない。私たちも口笛にしよっか。え、無茶ぶり。何これ、最終回にして。3分間いただけてありがとうございます。あの玉浦の最終回なのすごい寂しい。ね、本当に寂しいんだけど、一人で喋ってんの。ね、みんなね、私一人で喋ってんの寂しい。え、大事。え、伝える。素敵な3分。え、無茶ぶり。すごくあの楽しいイベントだったし、ラジオだったし、イケが喋った。ギルさんここで喋った。お前の2分の時をやろう。何目がちょっと下がる。指が2本になってる。ギルさんの指が2本になってる。何何なの。神たちが私に時間を与えてくれているんだけど、もうどうしたらいいかわからない。出た。え、すごい。え、私も口笛で喋りたい。ダメだよ、3分なの。3分もったいないよ、もったいない。え、もったいない、もったいない。ね、やめよう、やめよう、やめよう。任せて、任せて。すごい。何を吸ってるの。何を。あ、ラーメンだな。食べてる。声優さんですごい。すごい、食べてる。お前たちの食べたいものをここに用意しよう。ゆたちの目がやばい。残り1分だ。え、1分。え、そんなやってゲームだ。1分になった。え、私どうしたらいいか分かんないですよ。そんな素敵な3分間にしていただいて。なんだろうね、突然ね。ねえ、どうしたらいいんですかね。
どうしよう。でもすごい楽しかったし、あっという間だったし、せっかくの最終回なのに、なんかこう一人で喋るのすごく寂しいから、みんなでおしゃべりしたいです。はい。またあと30分あるんですけど、30分だったら、そろそろいいんじゃないですかね。30分と聞いたらちょっと黙ってられないから、私たちも黙ってられない、声出ちゃったもん。そうそう、我慢できないよ。安心しました、安心しました。終了あれ、終了のお知らせとともにギブさんが復活してる。どうもありがとうございます。お帰りなさい、ギブさん。ただいま、ただいま、おかえり、おかえり。竹原南高校のみんな、ただいま、おかえり。何ですか今の。髪となって戻ってきた。なんであんな無茶ぶりな3分間だったんですか。やっぱ最終回だからさ。だから、うん、最終回を、一人の時間を、なんかほら主役にちゃんと時間を与えようっていう。なるほど。愛愛かやの愛、かやの愛だから。あ、なるほど。愛だけにね、愛をくれたんですね。かやのちゃんが滑ったみたいにならないから。大丈夫、大丈夫、大丈夫。かやのちゃんすごいから大丈夫。大丈夫、大丈夫。ざっくりした。大丈夫、信じてる。私かやのちゃんを信じてる。大丈夫だから。胸トントンでしない。握手するとき上からやってない。人類皆兄弟。まだ髪いった。それでは30分やろう。やんなくていいです。というわけで、これからもお付き合いください。たまゆラジオ第1回を聞いてみよう。このチンコ飛んでっちゃったよ。ピヨッピヨッって。アンドリリース。リリースじゃない。戻して戻して。大丈夫です。どうしたのか、私の喉に。なんかみんなで聞いてみようぜの心を乗せたつもりだったんで。聞いてみようって。ピヨッピヨッ出てちゃった。届いた、届いた。うん、ポンポン。そんな話じゃなくて。聞いてみようよ。うん、いいよいいよ。知ってる、知ってる。6年前な。6年も前になるんだね。懐かしい。そしたらもしかしたらもう卒業写真から入った人とかもいたりするから。そうそう、その頃かったりするよね。当時の私たちがどんな喋りをしていたのか。20代の。わ、全員20代の頃だ。どうしよう、全員20代の頃よ。今そんなキャラじゃないでしょ。すごい喋り出したと思ったらもう止まらない。あ、正反口笛だったの。女の人でこんなお礼っぽくできる人いるか。感動したんですけど。すごい、これが声優の力よ。やばい、封印が解かれた。私も封印が解かれた。聞こう、聞こう。あ、そっか、聞こうって。聞きたい、聞きたい。いっぱい聞きたいのよ。みんな、ちょっとみんな。いや、あっち側だけだよ。そう、終わっちゃうんです。やだ。今回で終わりなので、この機会にたまゆラジオの初回を聞いてみようというコーナーです。一番最初のやつだ。一番最初の約6年前の私たちのトークを、じゃあ4人で聞いてみますか。はい、最初のやつどうぞ。かおちゃんが挑戦するところの写真を撮るよ。これあのドラマパートから始まりました。なりきってるとこ。よしけってプラスパイナポー。ほらほら、でもこの頃から上手ね。上手ね。この時の方が上手いかも。だっていっぱい吹かされてた。最近吹くたの久しぶりだからさ。そうじゃん、言葉をいっぱい自分から発信できる。いい写真撮れちゃった。そうだ、写真実際に撮ってたもんね。撮ってた、前ラジオの中で。ラジオの中で撮ってた。顔が美しい。そう、井口ってのノリエなんだけで、最初から全然ブレない。本当。でも
もだいぶ人間らしくなったよ。人間らしく最初どういうつもりですか？涙もろくなったりとか、こう涙もろいシーンが描かれたりとか。キャラクターはそうなんだ。うんうんうん。その一歩一歩は誰も大切な瞬間。だから、終わっちゃった。写真撮れず。始まってなかったね。そうだ、ドラマパートからのタイトルコールからの撮るの。誰が行くよ。全然センターにさ、違う。あ、自己紹介を口笛でしてる。俺の声漏れてましたけど、まあ置いといて。ちょっと岡崎のりえ役の井口優香です。あれ、ちょっと何、ちょっとちょっとなんか井口ちゃんして、やっぱ出ちゃうよね、おしとやかな時期の初回だし。あれ、声優さんのラジオ。ほんとだ。ほんとだ。すごい、若手女性声優のラジオっぽい。だってこれ全員20代の子だよ。いいなそれ。だって行けるかな、私もね、行けるかな。ちょっと違う、やりたい。ノイズ、ノイズ。6年前は我々もすごいフレッシュだったんだ。誰のやる気いっぱいじゃない。目を見てあげる。画像はもう鋭いですけど、ね、汲み取ってってあげよう。なるほど、ね、じゃあ方の表現方法って表現。あ、フレッシュね。ちょっとキャッキャしてる、キャッキャしてる。これちゃんとその声も私が喋ってない。口笛だからはい、この家のみなんですけど、月に1回更新で少しずつね、たまえらの魅力をね、はい、4人で伝えていきましょうということで、うん、まあ、初回はこの私たち4人フルメンバーフルメンバーですまでお届けしたいと思います。あの、何言ってるかわかんないんです、ごめんなさい。あやちゃんちょっと頑張ってる感あるもんね。頑張ってましたね、今 ね。でもあれでしょ、死ぬほど嫌で嫌でしょ。そんなこと言ってないじゃないですか。死ぬほどよね。死ぬほどとは言ってないじゃないですか。吐いちゃう、もう行きたくない。吐いちゃう、ね、塩入りの吐血しちゃうっつって。そう、緊張して胃が痛かったっていう話なんですよ ね。初期のイベントラジオね。そうそうそう、今もう声優さんみたいな感じでやっとったけど、うん、もう吐きそうだったんだよね。そう、今ね、スイッチ入んないと、スイッチ入れないと喋れなかったんですから。懐かしの約6年前、ね、そっか。でこの、うん、ギブさんの18分口笛で通した下りの封印が解かれるところもある。おえ、そ、今のの続きってことだよね。うんうん、初回のです。気になりますね。18分も封印が解かれるってどんなそんな派手に解いたんでしたっけ。覚えてない、聞いてみえ、まあ、すか、うんうん、孫悟空が生まれるぐらいの感じか。すごい、わーって言いますか。一番派手にしなきゃいけないそんな自分で本当に歩くか。どうしよう、この後どうしよう。なんとその封印を解くのは私。あら、すごい、アスミさんが魔法を解きました。三蔵法師だったってことは、あー、私カッパー。何が言ったっけ、何が言いました。確かにねえぞ、もう確かにねえぞ。だから早めに取っとかないと。サゴジョー、サゴジョーあげるよ。やだじゃね、カッカイ、え、どうしよう。やだよ、みんなに豚って言われるよ。カッパカッパカッパってカッパ。お前はさっきからハゲのネタばっかり私じゃないです。私どんな魔法を使ったんでしょうね。パルプンテ私ちょっとそういうの詳しくないんで。あ、でも魔法少女カオタンをやっている。あ、そうだ、もこちゃんが。え、その頃まだ生まれてないでしょ。生まれてないけど、でもそこからインスピレーションを受けての里潤、うんうん、そんな魔法使いだったの。私も、うん、私が仙台魔法使い。すごい魔法なんだろうな。私にハードルを自分で上げといて、今すごいんだろうな。さっきの孫悟空をかき消すべく。すごい横な。え、来てみましょう。はい、待って、封印解いちゃいます。今取っただろ。あのこの人のまがまがしい封印を取るの、解いてあげようかなと思った。取るの、え、やだ、取る、取ってあげようか。やっぱそこはね、みんなの変な顔取れちゃった。変なって言わないよ。お母さんにはやめろよ。
ふいん、くるりんぱ。リュウちゃん、ちょっとダチョウクラブじゃん。違う違う、帽子じゃなくて、帽子はかぶってなかったです。まあでもパルプンテに近いものがありますね。うん、あるね、くるりんぱ。確かにくるりんぱ。で、ほら、チャーシューメン。一緒だよ。チャヤエンド。違う違う、言ってない。全然違う。なぁ、終わりたくないなぁ。何と言うの。というわけで2つ目でした、うん、はい、3つ目も続けて聞いちゃう。おいっぱいあるね。3つ目、3つ目も OVA の頃のラジオの、うん、はい、初回から日、あ、初回みたいです。同じ日、初回から、うん、竹達さんが、うん、みんなの印象を話してくれてるみたい。え、やめてください、恥ずかしいからやめよ。すごい、ういういしいトークって書いてある。あ、やだ、ちょっと聞かせてちょうだいよ。ねえ、聞かせてちょうだいよ。それを踏まえて、それを踏まえて今の、うん、あれも聞きたい。姉さん、なんでちょっとなんかよだれを言ういういしいやつ、いただきたいなと思って。すごい、聞きたいね、うん、じゃあ、聞いてみましょう。そう、アフレコがもう1回目ありまして、うん、その、うん、全員揃ってね、ね、うん、そう、収録はしまして、顔合わせ的な感じもありましたが、うん、はい、みんな仲いいの？誰、キブーさんとアスミさんは初めまして。初めましてで、ね、ったんですよね。初めまして、ね、はい、そのアフレコ1回目が初めましてなんです。どうですか、アスミは。早い、自分じゃないだ。自分じゃなくて。なんでアスミは。アスミはどうですか。アスミはどうですか。いやー、なんか落ち着いたお姉さんが。いやっほーこれで、ね、あれ、乗っかってきて、チャンスだっつって。ヤッホー、ヤッホーチャンス、ヤッホーチャンス。失敗したんだけど。あいつのリハ撮りてぇな。今撮るべきだった。大人のお姉さん。そう、言われちゃったんですけど、でもなんか今日ちょっとこうやってお話ししてたら、あれ、そうでもない。みたいな感じだし、だってキャワイイ喋り方してるもんね。キャワイイ喋り方してる。だから、なんか、あれじゃない、カオルちゃんがちょっとお姉ちゃんっぽくて、ちょっとだけ感じだったから、なんだろう、こうちょっと俯瞰で見るタイプのとこはありますからね、かわいいとこをアスミンだと勘違いしちゃったんじゃない。そう、最初に出会った時のやってるキャラの印象ってね、合ってるかも、ね、強いかもしれない、結構残るみたいだから。じゃあお姉さんだと思われてるかもしれない、この先ね。あー、そっかー、ダメ。ギブさんに対してはどう。ギブはさんはギブはギブはどう、うるさいなーって思った。会った時から芸人会った時からギブはあのなんてお呼びすればいい。決めちゃう、決めちゃう、決めちゃう。なんて可愛いこと言って。すごい、ラジオ初回っぽいね。すごいね。おねえ、やだやだ。ラジオの挨拶どうする。今さらもう始まって何分経った。酒焼けしてる感じの声が絞ってっちゃって、もう私の印象。あれ、あれ、ゆかちの、私の印象、井口から、当時も言ってない。え、言ってない。まさか現場でも何度か一緒になったんだから。あ、そっかそっか、だからか、印象が。そうなんだ、なるほど、そういうことか。改めてがっつり現場一緒になる二人が初めてでだったからってことか。そうか、そうか、変わるんだ。なるほど、よかった、興味ないかと思って。さらっとニックネームのところに入っちゃった。びっくりした。よかった、すごい。確かにちょっとういぼいしい感じがしました。頑張ってましたね、なんか。頑張って。だってもう、地平道吐く気持ちでやってるんですよ。どんどん、どんどん。今にも吐きそうだよ、ね、吐きそうなものが地平道になってしまった。そんな。でもお姉さんたちに気は使うよね、初回なんて。そりゃ ね、やっぱなんか皆さん喋って、喋りのプロでしたから。違います。声優です。そうだよな、懐かしいな。でもそう考えると6年後、うん、ね、6年前、あやちもそうだよね、デビューしてまだそんなに経ってない時だったんだもんね、うん、デビューして、あれ2010年でしかラジオって、うん、ってこと、多分7月だって、多分デビューして多分1年くらい、うん、そりゃ美味しいですでしたね、うん、ここからちょっと飛んで、ひととせのラジオ、うん、こんなのがありましてのひととせのそのラジオの、なるほどなるほど、音源をちょっと聞いてみましょうか。声優さんのキャッキャみたいなラジオやってた私たちを経て、経てからの何か変化があるのか、うん、
ペッパルー、たまえら祭り2011あやちの成長が半端ない。8月14日に開催されます。イエーイ、たくさんのご応募ありがとうございました。当日は第1話の先行上映、一杯引っ掛けてきた。覚えたの、ちょっと。そう、さらに中ちょっとまだからいくつか、ちょっとやばい。オリジナルたまえらが今販売もあるので、でですね、そのグッズがなんですけども、このべし、べしはべしない、ご覧いただけないかだ、いかだ、べしない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 、はいはい、こんにちは、こんにちは。やっと突っ込んでくれたんですね。ボケてたの。え、なんで、え、なんで、ちょっと待って、かぶせてボケ。はい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 、はい、中島めぐみさんと中島信之さんは親子です。確かに。どのくらい経ったんでしたっけ。半年か1年1年とかじゃない。1年か半年か、うん、あ、そっか、すごい成長を見せていたんだ、ね、でもすごい、なんか現場とかイベントで の、うん、その皆さんの立ち回りを見て、うん、私も頑張んなきゃと思って、うん、すごいスイッチ入ってました。そっか、うん、なんかやんなきゃいけないもんなんだって、こうなんか捉えてくれちゃったやつだね。くれちゃった、うん。じゃあ、なんだろう、その、あの、他の道もあっただろうに。たまたまこの現場に、こういうメンツが揃っちゃったから、きっと、1年目のね、大事な多感な時期にね。ね、いろんなものを見る期間に、ここの現場に入っちゃったもんだから、うん、からいろいろ形成していただいた気が。あ、すごい。私たちが育てた、うんうん、ああ、そうだそうだそうだ、これからも活躍してくれ。私が育てた的な、言いたいと。あやちがね、今あんなに上手なのはタマエラのおかげだ。あやちこんなちっちゃい時からいじめて、こんなおしめとも書いてあ、そうです、トークのトークのおしめ、そこならいいでしょ、表現がいい、ちょっとピンとこないです。トークのおしめ、なるほど、なんでそんなに感動した。これダメか、あすみちゃん、もういいね。私がどうこうじゃないし。絡み酒と皆さん、もう一滴もお酒入ってないですからね、我々。これから、今までも、あ、そうです、これからです。そうです、うん、今までも入ってませんからね。そうなん、おかしいね。続きまして、のんげんいきますか、はい、まだあるか、まだあるか、ラスト音源、ラスト音源、はい、はい、あやちが、私のあやちがお歌を歌い遊ばされた、あやちもう急成長が、ちょっと待って、ラジオの中でご機嫌、ご機嫌じゃないと、ご機嫌自ら、え、ご機嫌だったんですかね、お歌を披露されたと。え、何があったの、ちょ、聞いてみましょう、聞いて、たまたまゆらゆら、たまゆら、なのでタケタケタツタツタケタツアラなので、彼女これ一番いいよ、オリジナル、かわいい、これ一番いいよ、あやちのオリジナル持ち歌でしょ、うん、違います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 、なんか売れそうこの曲、あれ、おじりなるかわいい、あやちこれイベントで使えなよ、使えなよ、使っていいのかな、竹原が生んだスターになるよ、いいいいいいよ、じゃあ誰か、あの、隣に男の子と、あと犬役の人やってんね、誰か犬、なんか斬新だね、そういう考えはなかった、新しいね、みんなね、そういうの絶対売れるわ、売れる、売れるよ、なんかちょっとなんかやらされそうな流れになってて怖いですけど、犬は喋れるといいね、あー、そうだね、できればね、でも喋る、うん、ドラマの中だと喋るので、え、なんの、え、ドラマやってる、なんだドラマ、え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 
時に同じ感想を同じタイミングで何の話って思ったよね。5、6年の時を経て同じタイミングでポカンとしちゃったすごい。あ、えボケを潰したんだ。潰しつつ自分のしたい話をしてくれたの、うん、分かんない、全然分かんなかった。すごい急成長した挙句一旦通り過ぎたのかなそうだね、一旦ちょっと行き過ぎちゃって、うん、でちょっと6年経って戻ってきてくれたから、カムバック、カムバックおめでとう。やりました、ただいま。おかえりおかえり、おかえりおかえり、出過ぎ、おかえり出過ぎ、頑張ったね。本当なんなんですかね。すごい、いや私が竹田さんになったらやだわこの現場反省して嫌だわこれ。よかった、辛い辛い、これ辛い、分かってもらえた、分かってもらいましたか、いやこちらは、いやよかった、私竹田さんなんじゃなくて、なんだっけ、あやなのでって、あやなとなのでがこうガチャッと結構してたんだ、すごい頭いいな、テクニシャン、テクニシャン、テクニシャン、なんだよ、私が竹田さんなのでできなかったな、よかったね、いや竹田さんなじゃなくてよかった、ちょっと待って、やめてください、たまえラジオやだやだ振り返ってというか、あやち振り返った感じになりましたね、本当だ、恥ずかしい、今だったらできない、やけどじゃないんでしょ、これだから、ですかね、今だったらできないですもん、絶対、本当に、いやできない、いやいや、これは怖い、振りだぞ、え、ほんで、これは怖い、今だけなんだっけ、頭をぶつけました、できない、すごい、いろんなことやってきたんですね、いろんなことやったね、だってラジオもいっぱいあったもんね、そっか、ラジオにイベントに喋る機会は本当に多い作品でございました、いっぱいあったね、ありましたね、この6年の時をかけていっぱいそんな機会を設けてきたわけですが、そんな初回のういういしんだかよくわかんない、でも一応ういういしかったね、みんなね、そうだね、完成形がこれでございます、今ここ、今も何もここ、これ最後なんで、これが集大成ってことになりますけど、いいです、井口さんのこれ何だろう、ずっとやってくの、楽しいな、あと30分だけ、あと30分だけ、神様、延長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 、カラオケじゃないんだけど、じゃあこのコーナー終わります、たまゆラジオ第1回を聞いてみようでした、キャッチ、キャッチしたね、たまゆらを語り尽くそう、いろいろ話してきたらギブさんが記憶を取り戻してくれるかもしれない、もう記憶ある気がする、もうみんな分からない分からない分からない、アーメンボーカンペイちゃん、カンペイちゃんがアダムちゃんやって、アダムちゃんアダムちゃんアダムちゃんもカンペイちゃんもギブちゃんも隣にいる塩入りと竹原の卒業イベントの話をしていくコーナーです、はい、ですが、まあ、たまえラジオのこともさっきずっと振り返ってきたので、今写真を見ててね、そう写真も見て、ね、みんな、なんかもう6年という、ね、写真6年はちょっと長いです、いやそう、たまえラジオ本当いろんな写真を撮りながらラジオやってたからね、自分たちでって、しかもねなかなかなかったりしますもんね、私ここであやちと2人でこのスタジオでやって、なんかねカレーをいっぱいもらったんだよね、 もらってたそうだ、あれはイベント歳だな、一と歳でしたっけ、ね、の時に、横須賀が海軍カレーをコラボで作ってくれて、でなんかたまえらカレーで、そうそう、あ、でもあれかイベントで あれ優勝していっぱいもらった、それだ、それもあるからね、言ってた言ってた、そうだイベントで優勝してもらって、その後初ラジオ収録で渡されたの、渡されたの、送ってくれよ送ってもらいつつ現場にもあったのかな、もしかして、だったのかもしれない、なんかちょっとお裾分けしてくれて、そう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 、なんかいっぱい積んであ
ってみんなでちょっとしかくれなかったの？え、いやいやいや、結構しかもらえなかったの？ちょっとしかあげないよ。誰だってしょうがないじゃないか。全然似てないしな。ラララララララ。ちょっと違うの？違う。言わない言わない。合ってると思うんですけど。合ってるの？懐かしい。あとこのスタジオでね、短冊書いたりもした。ちょっと全然記憶ないんですよ。私何なの短冊って。何年前だったかな。どこで飾る短冊なんだろう。そうだよ。ね、何よ。竹原でだったのかな。竹原。でもさ、なんかさ、夢明かりは今までいっぱい書いてきたじゃない。じゃあなんかだからそれの前なんじゃない。なんかその夢明かりやる前。夢明かりっていうのがこの世に生まれる前。え。だって夢明かりはアニメで生まれて竹原が始めたやつだから。あ、そうか。短冊。あれ。だいぶ初期の。何年前だったっけ。あ、でも待って、旧火災艇に短冊を飾った覚えはある。お、あ、お、それかな。ね、でもね、ね、うん、でもね、力強い。4、5年前、3、4、5年前どれか。結構ざっくり。はいはいはい。卒業しちゃうぞ。卒業しちゃうぞ。最短である。いや、3年前はない。ない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 。4、5年前。4、5年前。4、5でいいか。4、5な気もする。上半で揃ったか。4、5でいいか。4、5。違う違う。そう。覚えてる。でもみんなが何書いたかな。私いつだったかの夢明かりで井口さんが肌荒れ直したいだ。あ、言えなかったですけど、肌荒れ直したいって言った。噛んで裸で言った。私が裸で、井口さんが裸で、裸みたいな。クレヨシオに黄色のワンピースの服やったと言う。違う、パネル出したら裸になっちゃった。何の話。ちょっと井口さんが裸の話。ラジオの思い出話です。私が裸の話じゃない。違います、裸じゃなかったし。裸で出たことはなかったか。なかったかもしれない。ないですね。5、6年もあるとね。一度くらいあってもよくないか。それはもう玉色が終わ。一度でいいから見てみたい。裸を見てみたい。何の話ですか。もう仕事する気のない私はどう。ねえねえ、どう。もうね、全然話進まない。この全然なんかに似てるなって思ったんだけど、卒業式の竹原のバスの中で私ずっとこうじゃなかった。確かに解き放たれたギブさんがいた。どうでもいいダジャレとか冗談ばっかり言い続けてたよね。そう、でもなんかこんなにそのイベント当日に解き放たれて、その当日いつもご飯も食べず司会に徹していたギブさんがもう準備すらままならぬ。そうそうそう。ご飯もしっかり食べ。食べた食べた。5分後出るよって言われるぐらいの。うん。ね。えっ？あ、読んでなかっただよみたいな。あっつって。いや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 。すごくなんかもう肩の荷を下ろした。下ろしたよ。ね。あじみちゃん手を広げて。そう。心の扉を。扉開けて。なんで今そんな話に？今腕組みみたいになってたから。俺今も。なんかバリア張るから。バリア張ってない。仲間じゃん私たち。いつでもええ。どうぞどうぞ。いつでも心開けますけど。早くワンルーム。心のワンルーム開いて。これは打ち合わせの時の。ネタ。ごめんごめん。私たちがすごい楽しみ。ワンルームだから伝わらない。その話じゃない。だってギブちゃんはご飯を食べるようになりました。そうなの、私食べるようになったのよ。そしてそれでも完璧な仕事をする。ね、ご飯食べてもね。そして進行台本に進行台本をパパパって見ただけでも司会もそうだし。あ、そうだよね。出る1分前に時間だけ書かせてって書いてたね。そうそう、書いて時間だけ書きたいって。お仕事もちゃんとしてされてた。その上栄養もとって。栄養もとった。体にも良い。あ、いいいいいい。お、自画自賛。あ、いい、全部いいぞ。全部すごい。いや、ギブちゃんだいぶ変化ありましたよね。そうだね。さっきのラジオ振り返りでは全然なんかブレもしないし何も変わらないと思ったけど、変わったことは変わってたね。そうね。卒業式で一番泣かなかった。泣かない、泣かない。卒業式絶対泣くと思ってたのに。だって泣かないって言ったじゃん。約束を守る。すごいびっくりでした。晴れやかな。なんかね、あの潮入りの卒業式のタイミングの時に、あの、な、全部下ろした。塩入りで。そう、あの美奈子ちゃんと、うん、あの奈央ちゃんが卒業した時に、うんうん、あのほら、あの日はさ、卒業式じゃないじゃん私たちの。見送る側でしたね。見送る日だったから、まあ、あのそんなにさ、
自分も何もね、うん、準備せずに行っても大丈夫じゃん。まじまさんはね、うん、ね楽しいやつだから、うんうんうん、それを楽しみ尽くしたの。うんうん、でそうしたら、うん、あこれ全然いける。すっきり。そう。そっか。ま、うん、まじまさんの話出たけど。ああれ。まじまさんは。あ空港でサスペンス消えたの？サスペンスの話になるの？何事件ですか？消えたマジマさん。来るよ来るよ。変わるよ。変わるの手袋。来るよ。来る来る。事件が。のこれ詳細知ってる方はどなたなんですか？あれ？喋らない人じゃないですか？本当だ。おさださんだ。なんか。うん、そう翌日残った組とその当日打ち上げにてで解散で帰った組が分かれてたりしまして、ね、バラバラだったりするんです、うん、で朝帰った組とその日1日過ごしてから帰った組とで、まあ泊まりもね、3つぐらいに分かれたのかな、うんうん、分かれた。で真島さんだけはそのどこにも属さなかったみたいなことでしょ。一泊 C のみんなでその日すぐ帰る人たちと一緒に空港行きの空港に移動してでみんなで飛行機の方に行こうとしたら、うん、バス降りたところで、うん、すじゃあ僕はここであれ飛行機に乗らず空港に行ったのに私はその後の真島さんをあれ見ていますその後現場で会ってないだけでしょ仕事がどうやって去っていったかも見ています、はい、いやいやいや何が怖いのかもよくわかんないし記憶が曖昧それが一番怖いんだけどなんでギブさんどこを怖がってるのかも全然わかんないしでも前の日の、はい、なんかこれ、うん、ホテルの鍵渡される時あるじゃん、はいはいはい、あの時に確認されてたよ真島さん翌日は何時集合です帰る方みたいなどうしますかって真島さんあったら、うんうん、僕はあの広島を炎上して帰りますって言ってたからただの一人旅をしてきたっていう、うん、う広島一人旅楽しんでくれたのかな、まあ、確かにこう竹原どころか広島にね、うん、一緒に来ることが初めてだったから、うんうんうん、真島さん来たことなかったなになになにあれ佐田さんがどうされた何何どこに何何ええ嘘でしょえ何何何事件が何何何何えちょっとちょっとどこにも行かずすぐ飛行機に乗って帰ったそうですちょっと待ってどうして私これは知らないですこれは本当にホラーです嘘だ嘘だどういうことじゃあなんで一旦別れたなんでみんなと帰らなかったの一人で飛行機に乗りたい病なの誰か臭いんじゃないその理由どこ弊社のマネージャーでしょうか弊社のマネージャー確かに酒臭かったです楽しく酔われましてね3人席の私窓側だったんで、うん、通路側にマネージャー座ったんでまあ、かえのちゃんが臭かったと思うわかんないですじゃあかえのちゃん電話してみようなんだろうほらやめてくださいそれはご本人情報なんですか行かなかったんですねやっぱ帰ろってことですか何何なんでだろうねそれはミステリーですミステリーあれでももうすぐ帰ろうって思えるぐらいもうお土産買っちゃったんじゃないもう満喫してくれたんだよ竹原をポジティブそうそうそうだったらもうすぐ一緒に帰りゃよかったでも江口さんあんま覚えてないんでしょ全然記憶にないですその情報それが一番怖いな江口さんの記憶が確かにそうですね面白かったそうだったんだそうだったんだ謎が謎のままですけど本当だまあそんな風にね不思議なメガネだな、はい、メガネが周りじゃないやっぱ面白がってるだけじゃないそしてですねこの、はい、まあ竹原で卒業式があった時、はい、我々4人以外にもですね、うんうん、美奈子だったり遠山ちゃんだったり、うん、かやのちゃん、まあ、真島さんメガネですね、うん、不思議なメガネ不思議なメガネの他になんとサプライズで坂本真綾さん中島めぐみさんいやいい女だったなー
中島信之さん。えっとナイスミドルでした。やめてやめて。なんかな、なんなの？素敵だったでしょうか。素敵だった。いや、とてつもない癒し効果で、あの体育館でのあの生演奏。うん、しかも体育館のピアノでしょ、ね、そう、それがまた良かったんですよ、ね、本当に卒業式だった ね、あのピアノね、うん、大変なんだって。やっぱそうですよね。じゃあもう体育館の普通の学校のピアノだから調律合わせるのがすごい大変だったんだ、うん、あ、呼んだんだって調律。そうなんだ。だけど普段してないでしょ。普段してないからなかなか合わなくて、もう始まる直前までずっと合わせてたんだって、それでもなんていうの、プロのピアニストが弾くにはやはり届かない部分がいっぱいある中であの演奏なんだって。すごい、ね、こーわーいプロこれあのスペースのくだり違うんで、怖い怖い違いだった怖い家返ししないと思ったなんでリリースリリースなんでなんでへーそうですよ、でもそのでも体育館に置いてあるピアノの音としての響きも私好きでした、うん、なんかぬくもり、そうね、暖かくて、きっとご本人とっても大変だったかもしれないですよね、そうなんだ、うん、そうだったんだ、そういうのはなんかもう全然私、音楽とかピアノとか詳しくないから、うん、全然知らないことでしたね、あの、そうそう、あの雰囲気の中でのあの音楽もね、ね、私たちが何にも気づかないぐらいすごい素敵にいやーすごいからさ、そんなご苦労があったとはですよ、うん、ね、そしていい女たち、そういい女たち、あんないい女、あんな煽りで見れることあります？ないんです、我々最善でね、ね、特等席だった、ね、私嫌われたんじゃないかなって思ってて、なんで急に、いい女に、なんで急に、大丈夫だって言ってたじゃん、いい女は、本当にそんなの、うん、なん、いい女は社交辞令で言うんですよ、なんだ、いい女の記憶に残りたいのか悪い思い出であったとしても爪痕を残していった、それであればまあよしとしましょうか、なんでエグエグしすぎてね、あの目の前でなんか共演者っていうか、うん、同業にエグエグされたら気持ち悪くないかなと思って、私もこちゃんの涙でよりつられ涙だったよ、すみません、私もです、うん、すみません、あと隣でなんかもううえってなってなんかさ、カエルが押しつぶされた声がたまに聞こえるんだよ、そこまでそこまで、じゃあの、あまりに泣きすぎるからこれ止めなきゃってなったらブッてすっごい大変だったんだから本当に、いやーもう豆子ちゃんの、豆子ちゃんが来てくれるなんて、ね、もう本当、もう思わなかったでしょう、イントロ始まった時点で私泣けてきちゃって、うん、豆子ちゃんが目の前で立ってたまえらの曲を歌おうとしているぜってなって、グレッツ曲もまた全部素敵で、ね、の曲は持ってくんですわ、なんか豆ぐちゃんの歌で、うん、一緒にこう竹原に来た時の少林寺の思い出もまたなんかこう蘇ってきて、すごいそれも一緒に、そう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 、夕焼け綺麗だったなとか、なんかいろいろ思い出しながら聞いてしまった、感動してしまいましたね、素敵でし た、そして坂本真綾さんも登場し、本当体育館で見れます坂本真綾本当だ、本当に素敵だった、素敵でした、すごい、あのなんて言うんだろうな、線が細めのなんか儚げな印象の歌声のイメージあるんだけど、うんうん、すごい力強いんですよね、うんうん、ね、なんか、うんうん、ね、うん、あの不思議な魅力を、ね、なんか豆ぐちゃんは包み込んでくれる、こうハグしてくれるような歌で、まやさんはこう背中を押してくれる歌声だった気がする、いや包まれて、本当に出演者がね、ああいうポジションで見ることないからね、そうなんだよ、今までずっと袖で見てたから ね、うんうんうん、いやなんかいい機会をいただきまして、本当、ね、面白かったね、たまえらイベントあれもう満喫してるから、お客さんだから私そう言ってた普通にお客さん、卒業式の時のご挨拶でそれ言ってたもんね、キブちゃんは、たまえらのイベントってこんな楽しいんですねって、そうなの、びっくりしちゃった、なんか今までやっぱ客席で見たことないじゃない、うんうん、ね、なんだけど、あ、こだからさ、やっぱ曲もいいしさ、うん、であとまあ自分たち以外のメンバーが喋ってくれたりとかもしたでしょ、うんうんうん、でなんかそれを聞いて、うん、あ、こんなになんかバランスの取れたクオリティの高いイベントをしてくれるんや、たまゆらーと思ってもう通いたかったと思ってすごい客観視で
こうファン目線なのかそれともなんかもうプロデュース側の目線なのか制作サイド制作みたいなそうそういやでも本当にキャストのみんなもねいろいろコメントをくれたりして緊張したって言ってたねねえたそうだねえあんなとこで喋りたくにゃーい緊張しちゃう、ね、どこにまず授業したらいいかもわかんないですね難しいねえ一人であの壇上に立ってあのよく校長先生が喋るあの台の前でね、うん、あれは緊張するでしょうし一人一人言葉をはい掃除そしてうん食ってくれて私でも今市さんのお話が一番泣けたよ、うん、あ今井さんさ商店街の会長さんなんだけど、うん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 、タメラ多分ロクスポ見てないんですよでもすごく協力そう正直、うん、タメラっていう作品はロクスポ見てないんだけど、うんうん、でもそこに関わる人のことがすごい大好きで、うん、でなんかそのね、タマユラチームのためにできることあったらって言ってすごいいっぱい協力してくれてるじゃない、うんうんね、でまあそれはさ、はい、利害が一致してるからっていうのもあると思うわけ商店街に人が来る利害のもあるじゃない、うんうん、でまあそういうのを含めてなんか楽しいファンキーなおじさんだったんだけど、うんうんうん、なんかそのことをすごく、うん、あの彼なりにとても幸せなことだと思ってて、うん、それがなくなっちゃうことがすごく悲しくて寂しいんだよっていう気持ちがすごい来たの私、うんうん、だから今一段もたまゆらちゃんと好きだったんだと嬉しい何の確認ですか嬉しいツッコミ入れてましたもんねめっちゃ入れてた何かって新しいギャグを生み出したからねおじさん壇上で帰りあの、うん、高校自転車声でバスで出たんですけど、うん、高校を後にしたんですけど、うんうん、そのタイミングでちょうど今一さんも帰られていて謝恩会の準備があって忙しかったから、うん、あの卒業式終わったら、はいはい、すぐ飛び出したんだよね、うんうん、そうそうその時にちょうどあのチャリンコでねそうチャリンコ自転車でタイヤ小さめのチャリンコですごいシャカシャカ漕いでるしばらくちょっと並走しちゃったってそう見ちゃったそう今市さんが自転車漕いでるってチャリトリトリ写真撮るってみんなバシャバシャ一番いい写真だねなんてファンキーなねいやなんかそんな思い出もありましてねそんなこともありましたまじまさんはもう司会に徹してくださりそう本当に先生をしてくれて、ね、ありがとうございますそして監督が、はい、もう本当にまるで本物の校長先生校長先生だった、ね、転職した方がいいかもしれないハマりすぎててさ転職できて今までいるとなんか、うん、いろんなコスプレを見てきましたけれども監督のコスプレやんか今までいろんなキャラクターに扮していただいて、うん、コスプレイヤーだったのかな、うん、監督兼もしかしてプロコスプレイヤープロコスプレイヤー私たち以上にね、こうお色直しが一番多い方ですから、うんうん、でも一番すごいなんかしっくりくるというか来てたね、うん、ねえ校長先生すごかったなもうだからあのさ、うん、なんていうの表彰台に立った時の光景が、うん、見たことねえのに、うん、あれそう、馴染みある感がね、そうそうそうありましたいわゆるデジャギブなんですけどこれがこれがいわゆる、うん、デジャギブなんです絶対出してくるいわゆらないいわゆらないいわゆらないツッコミ言わねえなと思って、そうそう校長先生を立派に務めてくださいまして、ね、なんか監督に卒業証をこう授与されて、うんうんうんこう受け取れるのがすごい嬉しくて、うんうん、その潮入りの時に美奈子と富山ちゃんがやってるのを見てすごいグッと来ていたけど、うん、それが本当に自分の番が来て、うん、なんか本当に卒業しちゃうんだなっていうのとなんかこれから先に向けて頑張るぞっていう気持ちで、うん、わーってグーって胸がなってたら、あすみさんがそうだよね言ってって打ち合わせで言ってっていう違いだよちゃんと教えといてよ歌詞聞いてただでさえねとかじゃなただでさえ主人公が最後でなく花輪香織が一番それは名付けた誰かに監督かもしれないしたまたまでしょ、うん、考えてなかったはずなんですよ分かったけど言ってだからだからみんな段取りとかで考えてたわけじゃなくて、たまたまびっくりでした。と、じゃあさ、もこちゃん本当はどういうポーズを取ろうとしたの？本当はどうしたかったの？みんなちょっとこうキャラクターに緊張してたの。うんうんうん。で、段取りを考えてたの。あ、そうだね。確かに直前に右手で受け取って左手で、うん、右手で一個下がって練習して右回りみたいないろいろね回ってこれはどっちにあ違うわ見せる見せるみたいな、うんうん、その見せる見せるの時にちょっとなんか気持ちに焦りが出たんでしょうね、うん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 、そしたらひらってスローモーションスローモーションでふわって
スローモーションってさ事故の時とかなるんですよ。それを私は体験したわけです。あ、そう、走馬灯だ、走馬灯だ。それ死ぬ時です。死なないです。そこまでじゃない。そこまでじゃないです。スローモーションに見えましたよ。あ、そう、もうそこからの記憶は曖昧です。だって恥ずかしかったもん。すごい、でもなんかやっぱちょっとこう緊張しちゃうシーンだったから、もう始まってすぐ卒業証書授与で、はい、そこでちょっと気持ちほぐれたよ。うん、そうそう、うん、あすみちゃんがあれやってなかったら今井さん滑っちゃうよ、うん、そうだよ、流れそうよ。すごい、よかったよかった。イベントの空気がそこですごい柔らかくなったね、うん、でもカオタンはきっとやんないよ、本編ではやらない。でもあすみさんならやりますよね。そうかそうかもしれん、そうなのかもしれん。いやー、びっくりしましたね。あれは本当に、だってリハではやらなかったでしょ。やらなかった、リハではやってなかった。そうなんですよ、私やると思わなかったので、うん、本番撮っといたんだよね。違います。聞いて聞いて、いや言ってくれれば別に邪魔はしないよ私たちは。だって落とそうって思ってない、そういう話じゃないから。それあすみちゃんが落とすのを盛り上げるために拾ってくれるの、他に私たちはどんな演出ができたかなって考えられたよ仲間じゃん。違う、演出じゃないですし、あれ以降私もうずっとこうなってましたし、しばらくわーってなってて、今井さんのところもわーってなってたし、反省会が始まっちゃった。下手すると私しばらく数日後もうんってなってます。そんな可愛いエピソードだよ。恥ずかしいをやってました、ね、オフィシャルのなんか写真チェックが来たの、うん、でさあすみちゃんがさ、いましたよ、あのさ戻ってきてさ、うんうん、私とゆかちがはーいってなってる写真がすっげー楽しそうなの。お前やってって言ってる顔がすごい写真に載ってて、すごい。そう、あの後ろの方の席の方、その顔も見えなかったですね。確かに2人がこんなに茶化していたんだっていうことがね、うん、もしかしたらいい写真だったね。どうだろう、 NG 出てなければ誰かが NG どこかで誰かが NG 出てなければ。そう、そんなこともありました。で、私たちから監督にもあれ、何、表彰状じゃない、卒業証書、あ、そう、ありがとう、出しました、堀川さんで。急にもらいました。どこ何名前言うと、これ言わない、あれは、あれはわしのミステイク、あれはわしのミステイク。あの、すべてイベントが、卒業式が終わって、もうすべてが終わって、うん、みんなでお好み焼き、堀川さんで打ち上げをして、うん、ね、ワイワイね、もう美味しいお好み焼きを食べ、美味しいお酒を飲み、はい、いろんな思い出話をして、そうね、っていうところで監督にもサプライズで卒業証書を渡しましょう。僭越ながら私たちから、うんうん、直筆で名前も書いてね、郵便、ね、うん、書かせていただいて、うん、で卒業証書ってみんなで声を合わせて、うん、名前のところは一人ずつ言いましょうって感じで、うんうん、ちょっと打ち合わせしてね、ね、うん、でじゃあ監督呼ぼうって言って、うん、監督って呼んで、うん、で来てもらって、うん、みんなの注目をこう集めて、ね、でこう4人で卒業証書っていう本文を読みました、うん、で私もこの時さ、うん、なんていうの、今まで全然泣かなかったのに、この時ですげえ泣きそうになったの。あの監督を卒業させちゃって本当にためより終わるんだなって思ったら、で正直本文一緒に読めなかったの。そんなんだった、それぐらい泣きそうだったんだけど、この後どうなった。あの後なんでホラー調にするんですか。記憶が覚えてるでしょ、井口さん。曖昧覚えてるんです。ちゃんと覚えてるんです。あすみさんと同じタイミングで名前をかぶせて、名前を言っちゃって竹田さんやなって井口優香。違ったか私あすみちゃんの次かってなって、いつもの順番でしょ。なんかそっちの私が確認する時の指をこうみんなでこう刺してこの順番ねってやった時のあれをなんか見間違えちゃったみたいで、2段で書いたね。そうあれだから、あやちの名前の人、やすみちゃんの名前があって、うんうん、で隣の上の段に私の名前、私が下の段で書いてあったから、たまたま横に読んじゃったんですね。そうなんです、だから
こう上上段から先に上段から行くと思ったものを綺麗にアスミと井口がそうガシャン正面衝突で事故ガシャンってどうだったスローモーションだったこれ全くなりませんでした怖いことじゃないか私の涙がスッて引っ張るほら井口よかったんだギブの涙を返して今すぐ返してよ最後だったのにな泣いた赤ギブは卒業です赤ギブ懐かしいそんなちょっとしたあのミステイクもありましたけれどもミステイクしたって自分で言ってるしでもすごいまあ、うん、盛大な打ち上げもあって楽しかった ね楽しかったよ、うん、みんなであんな風に堀川さんで打ち上がれて ね、そうだよ堀川さんも泣いてたけどねそうあ私すごいあの堀川さんはもうほんとずっと、うん、協力してくださっているようなことも、うんうん、すごい、うん、もうそれこそ竹原でいろんなことがやれるのは堀川さんのおかげっていうのいっぱいあるじゃないですか、ねうん、で卒業式の時に関係者の方々がこう名前呼ばれて、うんうんうん、ご紹介があったねご紹介があった時に、うんうんうん、堀川さんだけ、うん、もう一人だけ一緒に卒業する人みたいなはいってこのすごい元気な、ね、堀川天守堀川大輔はいあこれ卒業証書もらえながらだみたいななってたのが笑ったけどでも実際にあの堀川の打ち上げで、うんうん、堀川さんにも卒業証書を渡されて、うんうんうん、渡すことができてちょっとそこで、うん男泣きをしねえ、うんそうだったんだ、うん、そうそう家族が心配してたよ、うん、もうさなんかこの6年間玉井らと一緒に駆け抜けてくれて、うん、もうすごいいっぱいいろんなことしてくれたじゃない、うん、これでやることなくなっちゃってなんかのうちのね大輔がこう落ち込んじゃって、うん、あのねロスそうそうそう抜け殻になっちゃったらどうしようみたいなことを、うん、お母さんと奥さんが言ってたよあれみんなが心配してたよどういう心配のされ方だ、うん、でもきっとこのリスナーさんたちは何度も遊びに行ってくれるはずだし、うん、あそうだね、うんうん、私たちもさっきあの前回の玉井ラジオで言ってたかやのちゃんの言葉をね、うん、ちゃんと実行しようスケジュール出すやつ同窓会同窓会、うん、事務所にスケジュール出すやつ、うん、まずね大事です大事です、うん、卒業旅行をお旅行しちゃう、うん同窓会の前に卒業旅行をしたいですよしたいしたいそんな話してましたねじゃあ尾道行く行きたい行ってみたいそうだ行ったことあるのギブさんだけだこの中だと、うん、ないないそう私行ったことある尾道また誰が出てきたお姉登場これお姉なの妖怪みたいですね妖怪尾道くんだよキャラクター言われやめてくださいよ勝手にキャラクター作るのいやー本当になんかいい日でした幸せだったうん楽しかった完全プライベートでお送りしたんで、うん、いやー、うん、終わったのかって感じですねねえ、ねね、竹原編だけでこんなに喋ってしまった本当だ、うん、何かもし、なんか潮入り編でも何でも言い残したことはないか言い残しないのかいいのか本当に終わるぞ営業延長してください延長許可しよう延長戦来たなんでそんな判断基準があれもう我々が喋るだけだと思う、うん、ずっとカットの嵐ですよそうそうそうだから結構だけ切られるだけこの後はもう話したいだけになっちゃうよやだよいやどれくらい喋ってるんですかもう今かなりですよね今ね今チラッと時計を見せてまだ大丈夫じゃないかいけるなまだ、うん、何か大丈夫なのかやだよあれ終わっちゃうよもう語り尽くしていいもうない出ないなんだろうえほんと監督の学生服が思いのほか似合ってました、うん、似合ってたそうだ潮入りでスパイダーマンやってくれたね東映バージョンの申し訳なかったですね私が当てられず知らないんだもん東映バージョンのスパイダーマン一番最初のポーズだけあスパイダーマンかなと思ったけどその後どんどん分かんなくなっていってだって東映バージョンなんだもん分かんないです東映バージョンはほぼ糸とか出さないからねへえ。なんで東映バージョン知ってるの東映バージョン知らないのはいえん実写だよえ、実写、全然わかんない、知らないはい、うんうんうん、今度紹介するねなんですごい好きなの個人的に好きなのかな堀川さんの学生服普通に学生さんっぽかったあれ本物だもんあそうだあれ竹原南高校のそうだそうだ南高校じゃないわ竹原高校のあのなんか親戚かなんかのあの人のちゃんと本当に借りてきたっていう本物のやつなんだいやでも似合ってた似合ってたし、うんね、リブさんが当てる、うん
ターンだったんですけど、そうだ、うん、キブさんのお相手がなんかシークレットで堀川さんが出てきて、うんうん、告白あれ誰だかを当てた上で告白を成功させるみたいなコーナーがありまして、うんうん、そうちょっとキュンキュンしたよね。見ちゃいけないもの見ちゃった気がしちゃったよね。恥ずかしかったよね。ドキドキしちゃった。だって2人の思い出が本当の思い出だった。ガチすぎて2人、そう、2人っきりでカラオケ行ってたこ焼き食べてたっていう思い出だからね。ちょっとキュンキュンしちゃった。どっちがこう、うん、上の点数取れるかみたいな対決しちゃってみたいな。そう、それで8000払わされたって、そういう話。高い。お金の話はいいです。それまで監督がいろんなキャラクターを演じていたのもあって、うん、堀川さんは堀川さんとしてだった。そうそうそう、うん、それが正解だったんですよね、うん、そう、だから余計になんかそのギャップに、いやあれっつって監督がかませみたいな。そこまで言わないですけど。あ、そうだ、玉色メモリアルっていうタイトルだ。あ、このスパイダーマンとピーターパン。そうだよね、ピーターパンはさ、うん、私たち分かってた。あれ、あやちだけチーム違うな。あれ、そうだそうだ、あやちはしおりチームに入ってたんですよ。あれ、あ、でも心はみんなと一緒だよ。あれ、あれ、さすがでごわす。そうだそうだ、タキシード仮面もね。あ、そうだ、当てたね。当てましたね。そうそう、監督がそんな風に七変化してくれたよ。ね、本当に監督なのにね、プロのコスプレイヤーすごいね。しなくても変身できちゃうからね。学生服でいろんなものになりきってくれたりしました、うん、ね。はあ、そんな話あれ。そのくらいです。印象に残ったこと。追加で言っときたい話、うん、懐かしい。あとは、なんかもう少年寺で見た景色は本当に綺麗だった。綺麗だった。いや本当に最後も綺麗だった。みんなの笑顔がすごい、うん、ちょっとなんかあまりに良くて私盗撮しましたもん。お客さんたちの姿を。へえ、まあ、え、障子の隙間、本当の盗撮だ。横からこう、いい思い出写真だね。見えるぞと思って。へえ、でも本当にガチの盗撮っぽい感じだから、心のあれにあれしたよ。心のあれにあれした。キムさんがよく言う。そう、みんなの笑顔が素敵でございました。本当に素敵だった。天気にも恵まれて、前日にやっときましたから、前日に、うん、でもちょっと曇りがちでしたよね。でも雨は降らなかった。みんなカッパとか用意してくれてたのに、他の時間帯晴れたのに、ショーレンジの時だけちょっとどんどんよりして、体育館に我々が入った途端ピーカーになる。そうなの、さすがいい天気でしたね。でもなんかこう体育館から日差しがこう西日がファーって入ってる中で、こうマヤさんたちが歌われるのがまた神々しかった。あ、そう、西日がちょうどこう傾いてた時だったから、なんか本当にふーちゃんのあの最後のシーンが、あれやりたくなって、すごいやりたくなっちゃって、お父さんここにめっちゃ浮かんでるみたいになって、すごいほっこりしちゃったんですよ。お客さんやったりしてなかったかな。いや、だってもうみんなそれどころじゃないと思うよ。そっか。そう、なんかマヤさんがこの歌は聴きながら、なんかいろんなその竹原の空気を感じながらで、いろんなとこをこう見たりしながら、私のことは見なくていいです。かっこいい。見なくていいのかっこいいよね。あれいいよね。あれを言いたいよね。言いたいけど誰も見てないから特に言う必要がない。そんなことない。いつか言いたい。大事に始まるよ。大事に始まるよ。大事に始まるよ。ね、玉浦のイベント。あ、そうでした。一回私沖縄の凱旋舞台挨拶お父さん出しちゃってますから。あ、そうですね。出演者だ。そうです。もうちゃんと立派な出演者、うん、そうです。もう帰りたがる秀一を係員が右足でバンって止めて、お父さんちょっとお話いいですかグイッつって、芸能レポーターみたいな感じで。痛いけな沖縄県民でしょ。もう帰りたがる、ぐぐぐぐはけたがる。パパすごいよ。やってんな。いや、やりすぎたね。やりすぎたか。本当に幸せだった、ね、みんなの最後のイベント卒業式のコメントも本当に素敵だった。ねえ、まとまんない、まとまんない。そうだね。なんかでもまとまってるまとまってなく関係なしに、うん、なんかみんなの気持ちを、ね、なんかじっくり聞けたのは本当にグッときた、ね、いいお時間でした ね、 ね、最高だった、うん、6年があるからこそのやつでしたね、うん、そうだね、うん、来れた方は思い出しながら、うん、来れなかった方は今ので保管してくれ。どうかな。全然空気感
愉快なんですけど、まあでもロケーションがいいね、ほんと体育館でやれたっていうのが、そう、ね、本当に感謝ですね、本当に、うん、ありがとうございます。普通はしてくんだよね、そうです、実際の学生がいるところでね、うん、学生さんもいらっしゃったしね、あ、そうそう、花束最後に来てくれてね、すごい緊張してらっしゃった、来てたね、もういっぱい勉強しろって言ってやった、そうめっちゃ学生に絡みに勉強しろよ勉強しろよって、親戚のおばちゃんみたいな緊張してる学生たち、ちゃんと勉強しろって、可愛かったみたいな感じになって、本当にでも、もう協力してくださった、うん、ありがたい、地元の方々はじめ、うんうん、作品を愛してくださってるファンの皆さん、うん、そしてスタッフの皆さん、ありがとうございました、うん、ありがとうございました、いっぱい喋った さあ、いよいよ、はい、はい、結びの時が近づいてまいりました、お、楽しかった縁も竹縄、ん？結びって言ったなと思って、え、終わるみたい、どうする、延長する、やだよ、延長できるんですか、延長するこの子ずっと言ってる、ずっと言ってる、なんか言ったかもしれない、延長する、やめる、どうする、終わる、やめたくない、やめない、やめたくない、延長する、しよ、しない、延長しない、延長しないか、延長しない、延長ないか、延長しないけど終わりたくない、でもまた集まりたい、あ、そういう、そういう気持ちなんですね、うん、でも終わるしね、終わる、最終回ですもん、じゃあ終わりに向ける、うん、向ける、頑張りましょうではここで佐藤純一監督からのメッセージを、おすごい、我々4人に頂戴しているので、すごい、それはいいってことですか、それぞれにある、なんか嬉しい、今までみんな、うん、もろてたらしいで、あら、私たちより先に、そう、は、私たちなんかお得ですね、卒業証書も授与してもらったのに、うん、さらに監督からの言葉も改めてもらえるなんて、うん、ありがたや、ね、ありがたいですね、うん、ありがたまゆら、ありがたまゆら、まこと割と言葉ばかりない一応ね4人にあってそれぞれにあるんだけど、うんうんうん、どうしようかな、んか自分で読みたくないからさ、ランダムにする、ランダムに、あ、確かに、はい、それ自分に当たっちゃうかもしれないじゃないですか、それ知らんよ、それはもうそれ知らん、そらたら、そらたら運が悪い、あー、そっか、うん、じゃあ引きましょう、いや私ってなる、じゃあ、じゃああれほら、あやちの、はい、さっきの歌で、あのフルーツバスケットみたいなやつやるから、歌が止まったところで回すの、うわーもうやだーすごい、まさかのやだ、ギブさん最後にミュージックスタート、たまたまゆらゆらなんか忘れちゃったよだけなぐらいやなかがひとかはりゃららら、うわしゃばらら、全然面白くない全然面白くない、このセンターで全然面白くない、終わり、あれ終わった、終わりだ、2枚ある、お前たち、待って待って、2枚ある、何お前が決めんの、止まるタイミング突然の神降臨なんですね、じゃあ、はい、あずみちゃんから閉じたまま、いいの、いいよ、開けるよ、誰だろう、開けて、あ、逆だ、あ、よかった素晴らしい流れ、ほんと、いや、竹達彩菜さん参ります、はい大きな悲しみを抱えたフーというキャラは気持ちを込めればどんどん沈んでしまうんですが、そんな沈みそうなセリフを明るく演じてほしいとお願いしてきました。戸惑うことも多かったと思いますが、一生懸命にフーに寄り添うように演じてくれたおかげで、フーはきちんと存在感を持つことができて、その積み重ねのおかげで第4部でのフーの悲しみの原点というべきお葬式のシーンはセリフなしでも心に響くシーンになりました。この描写は一番最初の OVA の頃から考えていたシーンなので、それがちゃんと実現したのは竹達さんのおかげです。佐藤純一、そんなことを考えてらっしゃった、そうだったんだ、そう、音っていうか音声はね、うんうん、つけなかったですもんね、つけなかったですね、うん、それはもうあえての、うん、あれを考えていて、ってことなんだ、でもあやちのお芝居がこれまでがあったから、うん、でも本当に響いたもの、ね、あのシーン辛かったですもの、うん、なんか見ててこっちがすごい心配になっちゃうっていうか、本当に心が壊れちゃうんじゃないかっていうくらいのシーンだったから、それは監督ならではの本当に、うん、監督
曲だからこその視点でこういう風に思ってらっしゃったんですね、という、ね、OVA の時から描きたかったシーンが、うんうんうん、でも今だからこそなんだもんね、うんうん、第4部だからこそ、うん、みんなの心にも響くし、うん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 、ですって。まあ、まあ、ガチのやーつ、嬉しい、ガチのやーつ、ありがとうございます。じゃあ、およち読んで、あやちゃんそれ自分に当たることがもうないから、ないよね、あ、よしかな、いきます。はい、井口ゆかさん、ほやかましくてうざかわいいと思われがちなのりえですが、実はとても感受性が高い子でもあります。マオンのことを心配してクッキーを焼いたりするけれど、フーに対してはどんなに心配でもカオルや千尋を超えて何かをしようとはしません。バカなことを進んでやりますが、ちゃんと周りの気持ちを感じるアンテナも持っている。そんなところにうざキャラなだけではない高い感受性を感じます。特に説明した覚えもないですが、井口さんはそんなノリエの良さを自然と感じて演じてくれていたのでしょうね。佐藤浄一。わー、ありがとうございます。ありがとう、なんかゆらあれだね、こう役者の部分を見てくれてさ、うんうん、ね、うん、そこの話してくれたこと今まで普通に話したことはないからさ、ないだからかも、ちゃんと考えてるんなら言って、ね、言ってほしい言って、つどつど言って、ありがたや、嬉しいですね、やっぱり監督にもらって、本当だね、うん、で特別ですね、嬉、うん、しい。じゃあゆかちさんお願いします。ドキドキ、誰やろ誰やろ、あすみかなさん、やっぱ言い出しって最後になるんだな、あそここれ素晴らしいな、見事な、さすがすぎる、いいじゃん、これ交換しな、いやいやいや、待って見事な、まるで仕組んでないのにこの流れ、私のメッセージ、汚い声で汚さないでください、あすみかなさん、カオルは、ゆっくり読んでよ、カオルは一番巻き添え食らってる、いくよ、あすみかなさん、はい、カオルは一番現実的でニュートラルな女の子をイメージしたので、デフォルメした部分が少なく、つかみどころがなかったかもしれません。絵コンテでもカオルのセリフにはたびたび悩んで、アフレコの時に台本のセリフを大きく修正したこともありました。あすみさんがカオルというキャラに向かい合おうと迷い悩むところが、そのままフーに向かい合おうと悩むカオルの姿に見えました。揺らぐ心情を揺らぐままに自然体で演じてくれたことで、カオルは実像を持つことができたと思います。あ、佐藤純一これまで待って、初めてやん、公開してよ、いやいや、私たちなんで嫌です、公開してよ、読んでもらうのし嫌です。ありがたや、ありがたまゆら、そうっすね、でもそこまで自然体でキャラクター向き合えるっていうのもまたレアっつうか、うん、こっちこそ感謝な機会ですね。でも難しい役だなって思った、カオタンは難しかったのかもしれない。なんかあすみちゃんがやったからあのキャラになったのと思うよ、うん、そのやっぱそのナチュラルっていう部分がすごく反映されてたから、うーん、こうそれぞれが演じると全然違うキャラになっちゃうよね、カオタンだと。そうかも、なカオタン、そうか、そうなのかな、なんか未だにこう寄り添いながらも、なんだろうな、こうこうすごく良い距離感な気がする、ポッテトの、じゃあもう交換してもらっていいですか。違う違う違う、そっちがいい、いや、そういうんじゃないです、それこれ私のだし、そっちがいいってどれか、じゃあギブさんが見事自分の自分で読むのは嫌だから、そうだよ、なんか違う、ね、だからチェンジしようっつって、で、つって始めた、で、まあ、竹立ソングじゃないですか、そうですよ、無茶ぶりソングで今決めたことでしたけど、でもし自分の弾いちゃったらどうすんですかって言ったあすみちゃんに対しての、うん、運だ、うん、さすが、やってみるよ、よし、ギブユウコさん、
マオンは中の人とマガマガコニャキャラギャキャラ。くそマオンは中の人と真逆なキャラだと思われているかもしれませんが、僕は全然そうは思っていません。たくさんの夢を抱えて迷うマオンですが、それは諦めないことの証でもあります。今はまだ周りから守られて夢を追いかけられていられますが、やがてクリエイター的な仕事をしたらきっと辛いことも多いでしょうし、一人で悔しい思いをして涙を流すようなこともあるかもしれません。ギブさんの成分をたっぷりもらったマオンですから、そんな時もきっとへこたれないでしょう。ね、占いみたいになってる。佐藤純一。最後占いみたいになってる。きっとへこたれないでしょうよ。つって大事ですよ。明日も晴れるでしょう。それは元気よ。キャラクターのことをこう考えてくださりつつも、そうだね、うんうん、嬉しいね、真逆ではないと、ね、本当だね、うんうん、いやもうだいぶさ、うん、私の影響力を受けてしまったキャラだからさ、うん、それはでも全員そんな感じはありますけどね、6年かけてね、そうそうそう、いやそうだね、きっとへこたれないでしょ。占い占い占いすごい、なんかでももう見ることはこうできないけれど、うん、なんかちょっとキャラクターたちの未来というか、うん、そうだね、感じることができた気がする、ね、うん、元気でやってるよ、うん、いや本当になんか嬉しゅうございまして、嬉しかったです、うん、だ ねお忙しい中監督ありがとうございます、ありがとうございます。あ、これ終わりっぽいな、終わりっぽい、あれ終わりっぽい、終わりっぽい、手紙、手紙回収しまーす。やだ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 、歴代のみんなもらったんで聞いた、歴代の歴代のやだやだやだ、フレッシュの用意してください、片付けてください皆さん、どんなテンション、これでもどう終わっていいのかわかんないよ、そうだよね、どうやって終わればいいんですかね、本当に終わるんだもんね、だってたまよらの感想とか、言える、なんかまとめられる、ね、うん、無理無理、こんなエンディングでまとめられる感じじゃないですよね、私もさ完全燃焼してるから特にないよ、あ特にない、あれあれ潔いとか、なんやりきった感じある、あやりたいことあんだけ全部やれてさ、そうですよね、そうで、こんなにさなんか幸せな作品に関われてさ、いやいい出会いがいっぱいあったな、本当に、いや幸せだなこの作品を、だからもうない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 よ、どうしよう、終わる、女子高生みたいに終わる、トイレ行こうみんなで休憩休み時間なんで女子高生が一緒にトイレ行くっていうだけのイメージになってる確かに打ち上げが、うん、打ち上げに行けないのは問題でしょ、うん、そうだね、そうなんだ、これ終わらないと打ち上げに4人来ねえぞってなるみんなに来てもらうことにここで打ち上げここですか、入らないです、そんな規模じゃないですか、ダメだね、そうでしょう、そうね、じゃあ締めっぽい話する、締めっぽい話、うん、でもそうね、うん、まあエピローグですから、うんでもあれよ、うん、みんなでやれてよかったね、ほんとそれ、ほんとそれ、よかったな、いや誰が欠けてもダメだし、うん、そうそう、本当にこの4人だからこそ、うん、生まれたものがいっぱいあったと思う、うんうんうん、苦労かけたね、あやち、鍛えていただいてありがとうございました、それは言わないやつお母ちゃんいいのそれは、ハゲタツアヤな我々が育てたら、あそれを言って、これだけはこれだけはみんな忘れないでほしい、これをじゃあ一番覚えておいて、うん、あそうだね、これから私たちの私たちが育てたよっていうそれだけは忘れないでほしい、タマユラを見たらそれを思い出してほしい、タマユラを見て本編に我々の中の人成分が強い、うん、でもまああれですよ、うん、作品は終わりましたけれども、うん、彼女たちの人生が終わったわけではないのです、そう、はい、これから先ね、うん、あの未来に向かって進むところで、うんね、私たちが物語を見れなくなっただけで、うん、彼女たちの物語は続いていくから、うんうんうん、みんなの人生もこれから先続いていくんですよ、うん、私たち4人だってそうだしね、うんうん、あとは応援してくれてたみんなだってさ、うん、その玉色と過ごした時間を持って、ね、これから先未来に行くんだから、嬉しい、もう宝物いっぱい、いっぱい、だから頑張って生きてください、姉さん途中まですごいいい話だったんですけど締めだけ雑でした、ここから各自頑張って生きてください、解散
あれじゃあトイレ行ってきまーす。違う違う違う、私も行こう。じゃあ、みんな待っておいてくださいね。やだやだ。結局女子トイレの話。また会える機会があったらそれはそれで嬉しいな、うんうん、そうですねっていう感じですね、うんうんうん、まあ生きていりゃなんかあるんじゃないですか、うん、そうだと思うわ、ね、そう生きてれば会える。そうだ、うん、また会おう。はい、というわけでこの締め方でいいんですか、このカッコ仮のやつで、これのいいですか、うん、これ言ったことある、言ったことない、あるよ、またまゆらでしょ、うそ、あるよ、あったっけ、何回かあるよ、あれ私だけ言ってるやつかな、あれだったらしな、私だけ言ってるやつかな、いいですか、そうか、そうだよ、永遠の別れじゃないから、じゃあそうね、またまゆらがいいよ、じゃあそれにしときますか、オッケー、はい、じゃあ温度お願いします。では、よし、皆さん行きます、はい、それではみんなで、まあ、ごめんなさい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 、私はトイレいいや、あ、そうでしょ、あの子ちょっと最近変わってた、女子怖いよ、せーの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 、はい、はい、では行きます、はい、せーの、まったまゆら、いやもうほんとトイレ行きたいんだよな行かない、みんなで行かない、だからいや行きますけど行きますけども行かない行くん、うん、あ、行ってくれるって、え、今これは、うん、行こう、え、トイレ行きます本当に、行ってから帰ってまたそれでもいやいやいや最高じゃん、よくないです、今もうだからそわそわしてるから、打ち上げですよねこの後、そうだよ、そうですね、今日このまま打ち上げだよ、何時でしたっけ、7時からでしょ、あ、え、あ30分後だ、もう行こう、うん、じゃあ打ち上げ行きますか、ねね、トイレも行かなきゃいけないし、行かなきゃいけない、うん、打ち上げたらまた、打ち上げが先なのかトイレが先なのかとかもいろいろある、トイレ先でしょうね、トイレです、ながらは、ながら、恥ずかしい、恥ずかしい、トイレ行ってくる、ちょっと待って、待って、待って、あれ、あ、行ってらっしゃい、え、だって一人残る、私は、うん、私もトイレ行きたい、お、私も行きたい、私も特にない、うん、ある、ある、いやでももう言葉にうまくできない、本当に楽しかった、できない、楽しかったね、うん、で、なんかすごくいろいろ感情とか嬉しいとかあるんだけど、うんうん、言葉にしづらい感じありません、監督に対して、いや、私の気持ちを言葉にしづらい、なんだろう、すごいなんか嬉しいのにうんうんってなった、なんか確かに、うん、なんか心の中でなんかこう、だからこれを聞いて監督があれ刺さなかったって思われてたら、それはやだ、それはやですって思って、本当に嬉しい言い訳をして、ガチテレをしているところです、うん、全部込められていましたっていう言い訳、うんうん、いや幸せだったな、本当だよね、うん、嬉しいね、楽しい幸せな6年間でした、うん、なんかなくなる、この空間がなくなるという、なくなるっていうか、まあ今後こういう風に集まらないっていうのが不思議でならない、そうなの、逆にこうやってこの4人でさラジオするのもその1年ぶりだったりするわけだから、みたいでしたしね、またやれてしまいそうな気持ちがあるけれど、うんうん、一旦ここで本当に終了だから、じゃあ終了、うん、あれ一人ずつ減っていく、一人ずつ減っていくよ、あれ一旦終了なので、え、これ一人ずつ減っていくの私はね、お腹減ったんだ、支えてくれるね、スタッフの皆さんの愛の大きさをね、うん、卒業式で改めてすごい実感したよ、そうだね、うん、すごいやっぱみんな優しくてあったかくて、あれだけの事前準備がたくさん必要で、あれだけたくさんの人たちが来てくれて、でキャストもいっぱい来てくれて、うん、高校で本当に卒業式が挙げられるなんていうのはもう、ね、なかなかできないことだと思うし、終わってからもサプライズで堀川さんや監督やみんなにこう卒業証書を用意してくれてたり、うん、なんだろう、愛がないとできないことだよね、本当に本当に幸せ、私はこの作品でいろんなことを学んだ、あれこれ、ギブさんは本当に晴れやかにもう全てを出し切ったと言っているけれど、あれ私は本当に全てを出し切れたのかと、うん、未だになんだか もっともっとやりたいことがいっぱいある気がして、でも言葉が出てこないのが本当に悔しいけれど、私はこの作品が大好きだー、ゆかちー、あ、そして誰もいなくなった、え、じゃあ私一人で感想言って言いたいと思います、6年間
ありがとうございました。本当に毎回毎回イベントだったりラジオがすごい濃くてたくさん笑ってね終えることができた作品ですごく楽しかったです。本当イベントもね皆さんスーツ着てきてお手おさんお兄ちゃんみたいな感じでとても暖かくてね応援していただいて本当にありがとうございました。本当にみんなが言ってくれた通り本当に愛に包まれた作品でそんな作品に6年間も関われてとっても幸せでした。竹立彩乃でした。またね。じゃうわーい。たまゆラジオはたまゆら制作委員会と今までたまゆらを応援してくれた皆さんの提供でお送りしました。